先読み撮影をご説明します。先読み撮影とは、被写体が動いていることを確認すると最大4枚の写真を先読みして撮影してくれる機能です。撮影後のベストな1枚を選ぶことができます。決定的な瞬間も逃さず撮影ができます。実際に撮影してみましょう。カメラをタップします。シャッターボタンをタップします。プレビューアイコンをタップします。ベストショット選択をタップします。先読みして撮影された4枚の写真が表示されます。保存したい写真を選択します。任意の保存方法を選択し、OK をタップして保存完了です。 Xperia XZS SOV35 のカメラ機能をぜひお楽しみください。